はい、まさきちの釣り日記です。今日はですね、手賀沼水系なのかな、ここはいつも行ってる手賀沼よりねちょっと離れたところですね。ただ手賀沼系だとは思います。手賀沼水系に来てます。手賀沼水系他にも釣れるとこないのかっていうところをね、ちょっとまあ統括地区ということでいろいろ調査を実はしてました。で、たまたまちょっとバイクでここ流してたらいいとこ見つけたんで、こうやってなんかちょっとインレットがあってね、ちょっと開けてるところがあったのでここでやってみたいと思います。今日はですね、最近ボトムアップをですね、マサキチリグではなくて、ボトムアップのプラップスイマー 4.2 かな、ウグイに、ウレディですね、ウレディをつけてやってみたいと思います。マサキチのね釣り日記とうとう3年目に突入しましたね。8月はすごい忙しくてね、仕事も結構余裕がなくてですね、で釣りも行く余裕もなくてですね、結構もう俺釣りやめようかって思うぐらい結構病んでました。ただですね、ちょっと涼しくなって、まあ、9月にもなったんで9月1匹釣ってみたいなと思って、まあ、今日ちょっと撮影云々というよりも釣りをね楽しむためにね来ましたね。3年目一発フィッシング、初フィッシング、3年目初フィッシングをですねちょっとやってみたいと思います。もうバス釣れないですよね。世の中ねバス釣り動画溢れてますけども、なんか私もね最近バス釣り動画見なくて、なんかマンネリ化しちゃってるというか、そんなような感じなんで、私自身もねバス釣り動画を作ることがねちょっとね億劫になってきちゃってますね。なので今日はね、なんかバスとは言わず、なんか魚がいたら例えばタナゴだったり、あとなんだろう、タナゴだな、タナゴの一応ね仕掛けを持ってきたんで、タナゴとか、あと最近ヘラとかもやってみたいなと思ってます。もうどんな魚でもいいから釣れてほしいっすね。ここバスいないかな。あとね、ちょっとマサキチの釣り日記3年目ということで、私のチャンネル見てくれてる人ってほとんど30代後半から50代くらいの方なんで、30代から50代にハマる動画っていうのはね、釣り以外でちょっと今どんな動画やろうかなと検討しています。釣りは釣りで続けるんですけども、キャンプ動画だったりとかバイク動画、あとはなんだろうな、旅行動画ですかね、っていうのもね織り交ぜてねやっていきたいなと思ってます。今日はねちゃんと網をね、いつ釣れても大丈夫なように網をもう近くに腰につけてますね。こういったところね、もしもかかってしまった時取りづらいですからね。ここに乗っけるって手もあるけども、それでもなんかランニングする位置が斜めってるんで自分が怪我する可能性あるんで、なるべくネットを持ってる時はネットで取りたいですよね。いないかな、いいとこ行った、あの茂みの下とかにねいたりしないかな、引きずり出したり。ああ、ないよ。ないよ、これ。あら、行こうか。行こうか。ライギョだ。ライギョだな。くそ。うまっ。
来魚、人生初来魚。いやー、5月釣りってるな。人生初来魚行きましたよ。だいたい50センチぐらいですかね。50センチぐらい。よし、人生初来魚50センチぐらいですね、だいたい。あー、結構引きが。いやー、ライギョだ。嬉しいっすね。いや、最初ライギョだなぁと。ライギョかと思ったけど。いや、取るのにね、手こずるね、ものだと思う。でも、あっさり取れてくれてよかった。うわぁ、がっつり、ここが裂けちゃいましたね。ブラックスイマーの 4.2 ぐらいで、ブレディですね。ウリリーでやってましたが、これにライグ食いましたね。はい、次はですね、マサキ釣り具カバースキャットをシンカーにして3.5ですね。で、上は止まらないフレーバーマイクロですね。はい、これでやってみたいと思います。これでじっくりとゆっくりとじっくりとやってみたいと思います。